皆さんこんにちは。ドッグマッサージセラピストの須崎恵里です。犬が高齢になってきますと、無理をさせないということはもちろん大切なんですけれども、ただずっと寝させてばかりいるのではなくてですね、犬自身の体の部位に関する意識というのを刺激してあげることもとても大切になってきます。犬も人と一緒でですね、長年の姿勢の悪さとか体の使い方の癖というのがあるんですね。今日は犬が左右均等に体重を乗せて、同時に体幹も鍛えられるような簡単なボディーワークを紹介します。普段自分からは絶対にしないような体重配分をしてもらうことができますので、とても良い刺激になります。やり方です。犬が立っている状態で1本ずつ足を上げていきます。持ち上げるのはほんのわずか、足先が地面から離れる程度です。上げた状態で5秒ほど静止します。できない場合は少しずつ無理をしないようにやってみてください。そしてゆっくり戻します。これを体格にある前足と後ろ足の順に左右 2,3 回ずつやります。注意ですけれども、後ろ足を外に開くようにするのではなくて、真上に持ち上げてください。ゆっくり時間をかけて持ち上げることが大切です。その間に犬の体はどうすればいいか考えて、体幹を使ってバランスを取ろうとするんですね。はい、皆さんのワンちゃんは左右同じようにできましたでしょうか。何か気づいたことなどありましたらコメント欄で教えてください。その場合はどんなことが推測できるのか、またはどんなことをしてあげられるのかといったようなことをまた別の動画で紹介できたらなと思っています。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良かったらグッドボタン、そして犬のボディーワーク、マッサージ、または運動療法などに興味がある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。